京セラドーム大阪です。パシフィックリーグ公式戦オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズの3回戦です。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ここまで来るとどこまで連勝記録が伸びるのか楽しみですよね。いや本当に強いですね。まあよく投打が噛み合ってますね。そうですよね。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターは福田、そして一塁ランナーは荻野。まあ盗塁も考えられますから警戒はした方がいいでしょうね。さあここは一塁はセーフ、打ちました。セカンド取った、セカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。守ります。西さん、長いシーズン怪我などもありますから、年間通してベストオーダーが組めるかどうかっていうのは大事ですよね。いやそうですね、それを含めてがチーム作りですからね。そのあたり監督の采配にも注目が集まります。マリーンズマウンドに上がるのは先発の二木、これから注目の立ち上がりになります。さあバッターはヒース、この打席でホームランを放てば今シーズン20本。引っ張った、安田素晴らしい反応を見せた、アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。西さん、今のプレーいかがですか。いやバッターはね運が悪かったですね。諦めるしかないでしょうね。バッターは注目のルーキー牧、前回のゲームで4安打を記録しています。まずはワンアウトを取っています。これが初球、初球打ち切れました、ファールボール。2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで10試合連続安打、ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスは3番デイビス、昨日のゲームでは猛打賞を記録しています。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球手を出してきません。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいです。打った、センターに強い打球、センター下がっていく、下がっていく、追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは2塁到達、チャンスを広げていきます。ワンアウト三塁二塁です。ここは少なくとも犠牲フライは打たないといけないですね。そうですね。やはりピンチになると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですね。バッターの小栗、今シーズン得点圏での打率は6割。引っ張った、あっと強い当たり取れない、セカンドランナー三塁を回った、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、バファローズ先制しました。相手のエラーでの得点、2対0になりました。バファローズなおもチャンスです。外の低め見極めます。打ちました。大きな打球になった。ライトバックバックバックする。スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。3対0。バファローズ3点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。初回から徐々にリードを広げています。ここでリードを広げておきたいですね。まあ次は勝負強いバッターですから期待を持っていいんじゃないですかね。はい、その期待のかかる金村、打席に入っています。引っ張った、三塁線落ちてフェア、三塁を回っていく、
セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。見事なタイムリーヒット、4対0バファローズ4点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。初回から確実にリードを広げていきます。さあそしてバッターボックスには鈴木入っています。さあチャンスが続きます。まあここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですね。打ちました、痛烈な打球、大きな打球になった、レフト入った、ホームラン、ツーランホームラン、今シーズン第7号のツーランホームランになりました。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ6対0になりました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。ナイスバッティングですね。初回の攻撃はどこまで続くことになるんでしょうか。バッターは山下。前回のゲームでは無安打に終わっています。バファローズホームランで得点を挙げています。いや西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや本当いいバッティングしましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。初球打ち、ヒットになった。これで4連打、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは注目のルーキー吉田。2試合当たりが出ていません。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ初球は何か。最初は変化球できました。これが2球目、打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで5連打、ワンアウトランナー二塁一塁。打順は1番に帰ります。バッターヒース。まあ序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが攻撃の手は緩めません。打った、スタンド一直線、文句な、入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ9対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターボックスには2番牧。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。そのあたり打ちました。伸びていく。ストレートを打っていきましたが、ここは当然という交代でしょうか。マリーンズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の田中。さあマウンドを任されたのは田中、今シーズン9試合目の登板です。今日もマウンドに上がって3連投になります。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになりました。これが今シーズン50本目のヒット。ツーアウトランナー一塁。バッターは今日 DH に入っている小栗。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ヒットでランナーを一塁に置いています。真ん中打ちました。掴んで3アウト。しかしこの回バファローズ相手のエラーを誘い先手を取りました。バッターボックスには指名打者の清田。フォアボールのランナーが出ています。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。バッターは7番に入っているマーティン。2試合当たりが出ていません。ツーアウトになっています。さあ2球目は何か。インコースファウル。さあ3球目は何か。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。9対0バファローズ大量リードしています。2回の裏になります。バファローズの攻撃、バッターボックス栗。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強く、この打球はこれはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。打った、
中村抑えてワンアウトです。6番バッター金村、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。そうですね。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。さて今日のマリーンズの先発は序盤大量失点で交代した二木。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。一二塁間、中村抑えてスリーアウトチェンジ。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。バッターは9番に入っている藤岡。ここのところ当たりが出ていません。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。吉田セカンド送球、二塁アウト。打順はトップに帰って荻野。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ゲッツー崩れセーフ、際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。打ちました。取った二塁送球、セカンドホースアウト、一塁転送はアウト。ダブルプレー、ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。西さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか。いや本当ですね、今日は面白いように打ててるんじゃないですか。そうです。打ちました。浅いフライ、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。初球は何で来るか、真ん中打ちました。取ってワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッターヒース、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。初球打ち、スタンド一直線、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ11対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターは2番牧。バファローズホームランで得点を挙げています。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。変化球は外。あっという間に2ストライクです。ボールになります。大きく外れました。打ち上げました。これは浅いフライ、この打球はフライになっています。変化球に泳がされてツーアウトとなっています。3番バッターデイビス、まあ、ここはさっき打たれたシュートの使い方には注意したいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。初球打ち、浅いフライ、ヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスには指名打者の小栗。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。次が2球目、この球は外れています。ボール先行です。なかなかタイミング合いません。ストライクになります。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。高めのボール、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう小栗。今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー三塁一塁。バッターは5番クリ。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。バファローズこの回7人目のバッターになります。早くも先発全員安打です。いやー西さん、打線は絶好調ですね。まあこうなってくるとね、チーム全体が乗ってきますからね。うん、そうですよね。インサイド落ちました。ファールグラウンドへのフライです。
最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。打席には5番バッター安田。前の打席ではファーボールを選んでいます。ヒットでランナーを1塁に置いています。2球目は何で来るか。変化球がインコースに決まります。ノーボール2ストライクです。胸元をつきましたが外れました。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。これから4回の裏バファローズの攻撃です。一方マリーンズ、さあマウンドに上がったのはハーマン。今シーズン3試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。打ちました。これは大きい。伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー2塁です。高めのボール打ち上げた。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスは8番山下。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いいですね。今日は調子が良さそうですね。すさまじい集中力を見せています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。ランナー3塁1塁となりました。まず何を投げてくるか。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。打ちました。この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。サードランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。12対0。バファローズちょっと一方的になってきました。打順はトップに帰ってヒース。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやーナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。今日はバッティング絶好調。3打席連続ホームランに挑みます。いやーニス引っ張った。掴みました。二塁転送はアウト。ダブルプレー。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。これから5回の裏バファローズの攻撃。打席には2番バッター牧。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで5回の攻撃に入りました。西さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。ここで点を入れておくとね、相手チームは苦しくなりますからね。確かにその通りですね。打ちました。抜けていきます。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは3番デイビス。今日はここまで猛打賞を記録しています。いや固め打ちですね。当たってますよ。すさまじい集中力を見せています。ヒットでランナーを1塁に置いています。切れていきます。ファウル。打ちました。ショート取った。2塁は無理。1塁送球アウト。ワンアウトです。バッターボックス小栗。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。低めの変化球空振り。ストライクを先行させていきます。追い込みました。これもファウル。引っ張った。これはどうか。一二塁間を破る。ホームに送球する。これでマルチヒット。ワンアウトランナー三塁一塁。打順は5番クリ。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ヒットでランナー三塁一塁に変わっています。打った。下がっていく下がっていく。ぐんぐんライトポール際。判定はファウル。打った。高く上がった。伸びていく。どうだどうだ。フェンス直撃。二塁へ送球。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。13対0。バファローズなおも三塁二塁のチャンスです。
ターボックスは6番金村。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ここでバファローズ代走を送ります。ローズセカンドランナーに入ります。レフトに強い打球、レフトバックするバックする、ボールはそのままフェンスに直撃、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、バファローズが突き放します。フェンス直撃のタイムリーヒット、15対0、バファローズなおもチャンスです。打順は7番鈴木。打ちました藤岡、一塁送球、ツーアウトになりました。バッターボックス山下、今日はここまで猛打賞を記録しています。いや固め打ちですね、当たってますよ、凄まじい集中力。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、バファローズなおもチャンスです。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の東條。さあマウンドを任されたのは東條、今シーズン5試合目の登板です。3連投ということになります。甘い球をフルスイングしましたが当たってくれません、ファウルになります。打ちました、ホームに送球、これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー三塁一塁、いきなり牽制、一塁はセーフ。見送ってまずはストライクです。打ちました、大きな打球になった、これはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナーもホームイン、二塁タッチはアウト。しかしこの回バファローズ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。バファローズのリード広がっています。ここまでのハイライトです。1回の裏ワンアウト二塁の場面、迎えるは5番クリ、ライトへのタイムリーヒット、バファローズ1点を追加します。さらに続きます。ワンアウトで二塁にランナーを置いて6番金村、その初球をしっかり弾き返します。バファローズ1点を追加します。続く攻撃、得点圏にランナーを置いて7番バッター、鈴木、打順は1番に帰ります。バッター荻野、先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ヒットでランナーを二塁に置いています。引っ張った、サードゴロ取った、一塁送球アウト、ワンアウト。2番バッター福田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。セカンドランナー動けず、ワンアウトとなりました。インローボー、インコース低め、ストライク、ワンボールツーストライクです。ピンチの場面でしたが空振り三振を奪います。これでツーアウト、バッターボックス中村、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね、ツーアウトランナー二塁です。打ちました、ピッチャーゴロ取った、一塁送球します、一塁アウト、スリーアウトです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。6回の裏バファローズの攻撃、2番バッター牧、まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね、今日はバットが触れてると思う。初球打ち伸びていく、この打球は落ちそうだ、センター深いところを破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。
アウトランナー二塁です。ここでバファローズダイソーを送ります。村上セカンドランナーに入ります。バッターは3番デイビス。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを2塁に置いています。バッターボックスのデイビス、今シーズンの得点圏打率は6割1分7厘となっています。いや素晴らしい数字ですね。さすがクリーンアップを任される選手ですね。ここも期待十分ですね。ああそうですか。打ちました。ここは打ち上げています。東条が抑えています。ワンアウト。バッターは DH 小栗。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。になりそうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。バファローズ大量リードとなっています。バッターはダイソーから起用されているローズ。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。このところ状態はいいようですね。期待しましょう。初球打ち、ここはフライになっています。東条が掴んでツーアウト。バッターボックス金村、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、ここは気持ちも乗ってると思いますね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトになっています。ランナー飛び出している。アウト。そのままタッチしてスリーアウト。西さん、今日はピッチャーがしっかりゲームを作っているわけなんですが、ピッチャーのリズムがバッターにも影響すると言いますよね。一体どんな部分が。しっかり捉えた。これは大きい。伸びていく。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3打席連続のヒット。ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスには代打の山本。ヒットでランナーを二塁に置いています。初球は何から入ってくるか。初球は大きな変化球、ボールになります。打った、高く上がった。さあどうだ。右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になっています。打席には1番バッター山下。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、まあちょっと。バッターボックスには代打の川口。打ちました。ボテボテ。ピッチャー取った。一塁へ送ります。アウト。ワンアウトです。9番バッター吉田、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトになっています。結局ランナーインサイド。落ちました。これはどうだ。掴んでツーアウトです。打順はトップに帰ってヒース。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、ここは気持ちも乗ってると思いますね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトになっています。外れていきます。バッターのヒース、今シーズン得点圏での打率は7割ちょうど。引っ張った、取った。一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。8回の裏バファローズの攻撃。
バッターはダイソーから起用されている村上。昨日はホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで8回の攻撃に入りました。西さん、点差はあるんですけれども、先頭バッターとして役割をぜひ果たしてほしいところですよね。そうですね、ここは攻めたいですよね。さあ、まずは先頭バッターを出していきたい。ワンアウトです。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見える。バッターのデイビス、ここのところ5試合で4本のホームランを含む活躍を見せていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。試合前に話したんですけど、本人も今はボールがよく見えてると言ってましたね。なるほど、そうですか。さあ、ここは好調さを発揮できるでしょうか。2球目打っていきましたが、バッターは4番小栗。さっきはアウトコースをうまく打たれましたね。ここは内と外の使い方を考えたいですね。なるほど。これはセカンド中村掴んで3アウトチェンジ。この回バファローズ三者凡退です。今日は見事な完封で白星を挙げました。オリックスバファローズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。西さん、今のチーム状態見てると負ける気がちょっとしませんね。いや、本当ですね。とにかく内容で圧倒してますよね。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のマリーンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。